皆さんは日本の良さは何かと聞かれたら何を思い浮かべますか？ずっと日本に住んでいると悪いところばかり目について良さに気づけないことも多いかもしれませんね。今回は日本で44日間過ごしたアメリカ人男性が感じた日本の良さをご紹介したいと思います。彼は日本のどんなところに良さを感じたのでしょうか？では早速ご覧ください。日本の真実を知り感動。こんにちは。僕はアメリカ人のアドルフだよ。僕は仕事を頑張る時期とリフレッシュする時期を明確に分けているんだ。リフレッシュする時期には海外をゆっくりと旅することが多いかな。今回は日本を旅することに決めたんだ。僕が日本に滞在したのは44日間。その間に何度も感動する場面に遭遇したから、今日はそれを皆さんに紹介したいと思っている。日本のすごいところは数えきれないほどたくさんあるんだけどね。でも一言でまとめると、他人への気遣いだな。日本人はどこの地方の人であっても、自分だけのことを考えて行動するなんて人がいないんだよ。相手の人や周りの人たちのことを考えた上で行動する人たちばかりなんだ。少なくとも僕が日本に滞在中に出会った日本人はみんながこのタイプだったよ。最初に気づいたのは駅のエスカレーターを使った時だった。日本人は左側の列に並んでいたんだよ。右側は早く行きたい人のために開けてあるんだ。これなら先を急ぐ人たちがエスカレーターを歩いて行けるからね。他の国では右側に寄ってくださいなんて標識が掲げられていたりするんだ。それでも寄っていなかったから啓発に苦労しているんだろうね。その点日本ではそんな啓発標識なんて一度も見なかったよ。みんなが自然と配慮しているから標識を掲げる必要なんてないんだって思ったんだ。日本では誰でも自発的に他の人に対する配慮をしているってことだからね。だから自然とみんなが快適に暮らせているんだよ。このことはいろいろな面で現れていると感じたな。ラッシュ時の地下鉄なんてまさに日本人らしさが顕著に見られると思う。混雑しているにもかかわらずとても静かなんだ。席に座っている人が居眠りできるくらいにね。駅構内を歩いている人も全くポイ捨てしないんだよ。だから掃除している人を見かけないのにゴミが落ちていないんだ。綺麗な駅を使えるのは利用者みんなにとって快適そのものだからね。しかも駅構内にある小さな店の店員もとても愛想が良くてさ、ガム1個買うだけでも笑顔で挨拶してくれるんだよ。しかもお釣りのやり取りには小銭が落ちないように手を添えてくれたりしてね。こんなに小さな店で少額の買い物しかしていないのに最高の接客が受けられる国なんて他に見たことがないよ。まるで自分が王様にでもなった気がしたよ。これは日本人に備わっている他者に敬意を払う文化だと思ったね。この文化がしっかりと浸透しているからこそ、信じられないほどの安全な雰囲気が日本には溢れているんだ。これって一種の奇跡なんじゃないかって僕は感じたんだ。この奇跡には街中の賑やかなカフェでも出会えるよ。満席状態のカフェでパソコンを開きっぱなしにして席を立っても、盗まれないんだからね。スマホを置きっぱなしでトイレに行く人もたくさん見かけたけど、不審な動きをする人なんて誰もいないんだ。日本人は盗まれないってわかっているから、安心して席を立つことができるんだよ。こんな奇跡に出会えるのはカフェだけじゃない。道路でも至るところで出会えるんだ。だって自転車がそのまま置いてあるんだからね。中には鍵すらかかっていないものまで見かけたよ。それでも持ち去る人もいないし、そんな被害もめったにないらしい。しかも
たまたま盗まれてもすぐに見つかるって言うんだ。これには本当に驚いたよ。一度盗まれたものが戻ってくるなんて奇跡以外の何者でもないだろう。スクーターやバイクですら路上でキーがついたままなんてのも見かけたんだ。これにはさすがに僕も大丈夫かって心配になったけど、数時間後に同じところを通りかかってもまだ置いてあったんだ。この目で奇跡を見ることができて、僕はこの世の天国は本当に存在するんだって確信したね。一人一人が他人を気遣うことができれば、社会全体が育っていく。誰にとっても住みやすい街ができれば、人生がより良くなっていく。この奇跡のループが日本には存在しているんだね。これは本当に世界中の人たちが日本から学ぶべき教訓だと思ったよ。僕が行った国の中には、日本と同じようにエスカレーターで片側に寄っている国もあったよ。イギリスのロンドンがそうだったな。でも理由を聞いて驚いた。だって気遣いではなく、舌打ちされるのが嫌だからって言うんだ。これじゃあ社会は育たないよね。僕が他の国でよく見かけたのは、自転車を柱にロックしている光景だ。日本の自転車はタイヤに鍵がかかっているだけ。これじゃあ他の国なら持ち去られて当然だろ。つまりそれで OK ってくらい、日本は自転車を盗まれないってことだよ。地方に行くと鍵すらかかっていないからね。しかも地方だと車でさえも鍵がかかってないんだ。初めて発見した時にはどんだけ安全なんだよって心の中でツッコミを入れてしまったよ。とにかく日本の自転車の鍵は小さいよね。これにもツッコミを入れたくなった。こんなに小さな鍵で意味あるのかってね。アメリカなら当然自転車ごと持ち去られること確実だからさ。これは僕が行ったことのあるイギリスでも同じだね。だってイギリスでは自転車に鍵がかかっているかどうかなんて問題じゃないからね。イギリスでもアメリカと同様に自転車ごと持ち去られてしまうんだ。僕は日本で滞在している間に本当に日本が羨ましくなってしまったよ。確かに日本にだって犯罪はあるし、自転車の盗難もあるけどね。僕がこんなことを言うと、隣の芝は青く見えるって言葉を連想する人もいるかもしれないな。でも日本とアメリカじゃ比べ物にならないくらい、犯罪や自転車の盗難の数が全く違うんだ。だから日本のいい面だけを見ているってわけじゃないってことさ。日本では公の秩序を乱さないように子供の頃から教育されてるみたいだね。僕が小学校の近くを通りかかった時に、交通ルールを警察官から教えてもらっている光景を目にしたことがあったよ。通行人の迷惑にならないように自転車に乗りましょうって話しているのが聞こえたんだ。小学生なのにみんなが真面目に講習を受けているのにも驚いたね。日本人は子供の頃から友達同士で注意し合ったりしているんだって分かった。しかも日本人は他人に偏見を持たないことも教えているみたいだね。これは今の時代とても大切なことだと思うよ。アメリカでもそうだけど、海外の人だけじゃなく同じアメリカ人でも偏見を持っている場合が多いからさ。多様性を認め合うことができれば他人に対して寛容になれるし、日本人のように他人に配慮できるようになると思うんだ。特にアメリカは他人に配慮するというよりは、自分たちこそ特別な存在なんだって意識しながら育っていくんだ。子供の頃から植え付けられた考えは、大人になってもなかなか変えることができないから、日本人のようになりたいと思っても難しいかもしれないね。アメリカ社会って、いわゆる持っている人は自分の努力で勝ち取ったと考えているんだ。だから持たざる人に対して還元しようとしないし、
自己責任だろって言っちゃうんだよね。でも日本人は持っている人でもおかげさまでなんて言って周囲の助けがあってこそだって感謝するだろ。だから持たざる人にも優しく手を差し伸べられるんだと思うんだ。僕はこれこそ本物の理想の社会だって思うんだけどな。アメリカだと努力してない人って判断されてしまうと思いやりを受けることすらできなくなってしまうんだよ。成功するかどうかなんて境遇とチャンスがあるかどうかだけのはずなのにね。日本人は働きアリみたいにずっと働き続けているなんて考えているアメリカ人が多いけど、実際に日本に来て違うって分かったよ。日本人は20時間も働いてないからね。普通に働いてランチタイムも取るし、なんなら机で仮眠も取ってるしね。会社帰りに飲みに行ってリフレッシュしたり、帰宅して家族団らんを楽しむ人もいるよ。アメリカ人は、日本人は飲み会も仕事と考えているかもしれないけど、最近はそんなことないみたいだからね。家庭でサービス残業っていうのも減ってるんだ。でも日本の生活水準が高いってことは、世界中の人たちが知っている事実だよね。日本人は他国と比べることなく、自分たちの幸せの道を進んでいるんだ。だから人々はみんな穏やかで快適に暮らしているんじゃないかな。東京なんて狭い町でも、みんながお互いの利益を尊重しながら享受しているんだろうね。その結果として犯罪率が低くて安全な街を作り出すことができているんだよ。全く犯罪がないってわけじゃないけど、大都会なのに多くの人たちの権利が守られているのは稀有な社会だと思う。国民が母国語だけで快適に暮らしている国はなかなかないよ。大体の国は母国語と英語がないと暮らしていけないからね。これって治安の良さにも現れているんじゃないかな。だって日本には無人販売所があるだろ？原始時代ならともかく、現代において無人販売が成立する国なんて世界遺産レベルに貴重なものだよ。そんな安全大国だから、スマホを置き忘れても手元に戻ってくる奇跡を体験できるんだ。世界中の人に一度でいいから日本に住んでもらいたいね。そうすれば日本人の素晴らしさを実感できるし、自分たちの不甲斐なさも実感できるんだから。自分たちがいかにゴミをポイ捨てしていたかってことにも気づくことができるしね。アメリカは地域によってはポイ捨てなんか日常茶飯事だ。きっと今この瞬間も誰かがポイ捨てをしているはずさ。改めて考えるとすごく嫌な気分になるね。日本人の利他の精神を少しくらい見習わないとアメリカは滅亡してしまうかもしれない。日本人ほど完璧な行動はできなくても、ほんの少しでも真似した方がいいだろう。日本には敬意や規律、寛大さが今でも生き続けているんだよね。アメリカ社会と比べてしまうと、少し奇妙に感じてしまうくらいに。だから独自の文化を突き進んでいて、驚くほど可愛いものや便利なものがたくさんあって、素晴らしく美味しい食べ物に溢れているんだ。世界中が日本の独特の文化を欲しているよね。寿司やラーメンなんか僕も大好きだよ。それとアニメもね。ほとんどの先進国とは違う路線を歩んできたからこそ魅力あふれる日本が存在しているのさ。僕はアメリカ人として日本を知れば知るほど反省しているよ。だって日本人のような利他の精神をもっと持たなきゃいけないと感じるから。お互いに礼儀正しく振る舞っている日本人をお手本にしなきゃね。今回のお話はいかがでしたか？たくさん褒められて日本人としてはちょっと照れてしまいますよね。でも改めて日本の良さを知ることができるいい機会になったと思います。このエピソードには
海外の方から多くのコメントが寄せられていましたので、一部をご紹介しましょう。海外の反応。僕も日本に旅行したことがあるけど、エスカレーターには本当に驚いたよ。あんなに綺麗に並んでいるんだもん。でも東京と大阪では並ぶ列が違うって知っているかな。東京観光をしてから大阪に移動した時には気をつけて。私の国も日本人を見習ってほしいわ。電車の駅が混雑していても、日本は階段で事故が少ないでしょ。それってみんなが周りに気を使いながら歩いているからよね。私の国だとみんなが自分を優先するから、ぶつかったり転んだりして階段での事故がとても多いの。日本人みたいになれたら少しは事故が減って平和になると思うわ。日本のお店はどこへ行っても店員さんがとても丁寧だよね。小さくて安い店でも最高の接客が受けられるのは本当に素晴らしいよ。これもすべて日本人が相手の気持ちを気遣う文化のおかげなんだろうね。海外の皆さんも日本人の気質を素晴らしいと感じているみたいでしたね。コメントを聞いてとても嬉しくなりました。エスカレーターの立ち位置が違うのはなぜ？海外の反応にもありましたが、東京と大阪ではエスカレーターの立ち位置が逆になっています。ではなぜこのようなことになったのでしょうか。日本で一番最初に作られたエスカレーターは、東京日本橋にある三越のものと言われています。1914年に初お目見えしました。最初はデパートに設置されたこともあり、優雅なお買い物のひとときをサポートする乗り物だったのです。そのため、片側に立って急ぐ人のために反対側を開けておくなんてことはなかったんですよ。しかし、日本が高度経済成長を迎えた頃、大阪の阪急梅田駅では、先を急ぐ人のために左側を開けましょうとアナウンスが流されたのだとか。どうして左側だったかというと、紳士の国であるイギリスを真似たためと言われています。また、日本人に右利きが多いことも理由として挙げられているんだとか。では、東京はなぜ右側を開けるようになったのでしょう。これは特にアナウンスされたわけでもなく、自然発生的だったそうです。でも、これにも理由が考えられるそうですよ。それは、東京には武士文化が色濃く残っていたから。武士は左側に刀をぶら下げていたため、ぶつかってトラブルにならないように左側通行が暗黙のルールだったんです。これは道路も同じですね。車は左側が走行車線で、右側が追い越し車線となっていますから。東京では左側は普通の人、右側は急ぐ人という感じで浸透していったことがわかります。東京と大阪でエスカレーターの立ち位置が違うのにも、それぞれに理由があったんですね。ちなみに海外のエスカレーターでは大阪と同じ右立ちが標準なんだそうですよ。海外旅行に行く際は参考にしてくださいね。しかし、実はエスカレーター自体は歩くための構造になっていないんだとか。そのため段差も大きく、歩く振動にも強くありません。ですから本来ならば両立ちが正しい使い方なんだそうですよ。事故防止の観点から、最近では駅構内などのエスカレーターを中心に左右2列に並んで手すりを持って利用するように呼びかけられているところもあります。もしかしたら今後は全国どこでも両立ちが主流となっていくかもしれませんね。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。感想もコメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。第二次世界大戦以降の日本の進歩には目を見張るものがあります。特に経済と技術力の面においては、世界も驚く規模で発展してきました。経済においては、第二次世界大戦後のどん底の状態から、
日本の勤勉さと根気強さでエコノミックアニマルと揶揄されながらも、独自のやり方を持続させ、世界的にも今や確固たる地位を築いています。サミット、先進国首脳会議の一員としての役割を長く果たしてきました。経済面の発展が一定の成果を収めているのに対して、技術力においては日進月歩で進歩し続けています。今世界では日本の技術力で支えられている分野が多方面にわたっているんですよ。しかし、まだまだ世界には日本の現状を知らない外国人はたくさんいます。そんな外国人が日本に初めて来て、衝撃を受ける体験をしたということがよくあります。今回紹介するのは、スウェーデンから日本へやってきたある家族が見た SNS にまつわる話です。皆さんこんにちは。私はアルマ。夫のエリックと娘のエルサの3人暮らし。今度エリックが技術交流で日本に行くことになったの。エリックの日本滞在が長くなりそうなので、私もエルサも一緒に行くことになったわ。エリックは IT 企業で働いているの。スウェーデンは IT 導入が世界でもトップクラスなのよ。今までは出張先の外国といえば、お隣のノルウェーやフィンランド、デンマークやスイスなどのヨーロッパの国、それにアメリカ、そして少し遠い国はオーストラリアだったの。今まではほとんどエリックが単身での赴任だった。時々私とエルサが旅行も兼ねて行くこともあったわ。でも今回の日本行きはかなり長期になりそうなの。私は異文化にかなり興味があるのね。日本ってスウェーデン人からすればかなりの異文化だと思うの。日本は歴史も長いし、独自の習慣や文化を持っていることは知っているわ。でもネットの知識では分かっていても、実際に行くとなるとかなり不安だったわ。エリックの会社には実際に日本に行ったことのある同僚もいるので、エリックは日本の生活についてはある程度その同僚から聞いているらしいの。でもエリックも子供の生活のことはわからないって言ったわ。日本に行ったことのあるエリックの同僚はみんな単身で行ったか、あるいは奥さんと二人で行ったかのどちらかだったの。はじめは私もエルサのことが不安で、エリックに一人で行ってもらおうかって思ったんだけれど、私の異文化への興味が結果的にその不安より勝ってしまったの。日本の滞在はエルサにも将来きっと役に立つと思えたのね。そうは思ったけれど、やはり言葉が一番の不安だったわ。エリックが日本語の会話の教材を手に入れてくれたの。エルサと二人で少し日本語の勉強をしてみたけれど、日本語って本当に難しい言語だわ。エリックは日本に行けば、ある程度は生活のサポートはしてくれるって言うんだけれど、エルサのことはやはり母親の私がしないとって思ったの。言葉が通じないとコミュニケーションができないし、エルサが日本の子供たちと遊ぶのはなかなか難しいと思うのね。コミュニケーションが取れないとエルサも孤独になってしまうし、子供にとっては辛いことだと思うわ。それでもエルサも一緒に行くことにしたのは、私の異文化への興味と小さい時の特別な経験を将来生かしてほしいっていう思いがあったの。エルサには少し辛い経験かもしれないけれどね。今まで報道やネットでそんなに多くはないけれど、日本のことは少し知識はあったんだけれど、日本に行くことが決まってもっと詳しく日本のことを知っておこうって思ってネットで詳しく調べたわ。まず日本の歴史を調べたの。日本は旧石器時代という時代から始まったのね。旧石器時代って紀元前1万4000年頃なんだって。その頃に人類が日本列島に移住してきたのね。スウェーデンでは紀元前1万年頃に人類が現れた痕跡があるそうよ。次が縄文時代、続いて弥生時代ね。この時代は土器で有名よね。縄文式土器、
弥生式土器っていうのよ。次の古墳時代では巨大な古墳が作られたのね。仁徳天皇陵と言われている巨大な古墳が世界遺産になったって報道されていたわ。飛鳥奈良時代があって平安時代ね。平安時代に今の京都が都になったのね。京都はスウェーデンでもよく知られているわ。京都のお寺や舞妓さん、日本料理など表面的なことだけれど私も知ってるの。日本に行ったらぜひ京都に行ってみたいわ。私たちが行くのは東京だから、東京と京都の位置関係を調べてみたの。東京と京都は新幹線に乗れば2時間少しで行けるんだって。これくらいならエルサを連れて行っても大丈夫だと思ったわ。日本の歴史に戻るわね。平安時代は貴族の時代なのね。十二人絵という女性の服装を写真で見たけれど、すごいと思ったのと同時に、うまく歩けるのかしらって思ったわ。平安時代の次は鎌倉時代ね。この時代になると武士が登場するんですって。武士って侍のことよね。侍と忍者はよく知られているわ。アニメにも登場するでしょ。そして室町時代、安土桃山時代と続くのね。安土桃山時代に出てくる伏見桃山城の伏見には、伏見稲荷大社の千本鳥居というのがあるの。写真や動画で見るだけでもすごい迫力だわ。絶対に行きたいわ。次が江戸時代ね。この時代は武士が中心なの。都のあった京都より幕府があった江戸が栄えたのよ。江戸は100万人都市で世界一だって言われていたの。明治時代になって江戸が首都になって東京になったのね。日本の文化も調べたわ。日本の文化をネットで調べてまず出てきたのがおもてなしという言葉だったわ。日本の文化はおもてなしだって。おもてなしって表裏なしから来てるのね。つまり表も裏もない心でお迎えすることなんだって。表も裏もない心というのは人に対して素直な気持ちで向き合うということなの。ということは日本の文化って表も裏もない心でお迎えする文化ってことなのかしら。もしそうだとしたら、エルサも日本の幼稚園で表も裏もない心でお迎えしてもらえることになるのね。それが本当だったら少しはエルサの不安もなくなるわ。日本の文化をさらに調べると、日本料理が世界ですごい評価を受けていることが分かったの。日本料理は和食と言われて、2013年にユネスコの無形文化遺産に登録されたのね。選ばれた理由は、和食が日本の伝統的な食文化であること。世代を超えて受け継がれ、地域の結びつきを強めていることなんだって。お寿司に天ぷら、そばにうどんなどが和食なのね。食以外の日本の文化も調べたわ。日本には伝統文化というものがあって、世界に誇る伝統文化があるのね。もちろんスウェーデンにも伝統文化はあるわ。でも多種多彩な日本の伝統文化には、残念だけれどスウェーデンはとても及ばないわね。日本の伝統文化には、料理以外にも武道、芸能、衣服、お正月の行事、季節ごとの行事などがあるの。そして外国人に人気のある日本文化も紹介されていたわ。それによるとまず温泉が挙げられていた。スウェーデンにも温泉施設はあるの。でも写真を見ると雰囲気が全く違うわ。東京の近くにも温泉はあるみたいなので行ってみたいって思った。温泉以外には歌舞伎や茶道、書道、華道、浮世絵、折り紙などが紹介されていた。どれもあまりよくわからなかったけれど、書道には少し興味を持ったわ。以前から日本の漢字やひらがなに関心があったの。何かの雑誌で漢字とひらがなを見たんだけれど、とても美しい文字だって思ったの。日本に行ったら、エルサと書道をやってみようかしら。
折り紙にも心が惹かれたわ。折り紙っていろんなものが作れるのね。花や鶴、紙飛行機などの折り方が紹介されていたわ。これならエルサと一緒に作れるわね。ネットで調べて日本の良さは頭では理解できたんだけれど、聞くと見るのとは大違いということもあるから、日本の良さを 100% 確信したわけではないけれど、とにかく3人で日本に行ったわ。日本の空港は前もって調べていた通りで、とても綺麗で素晴らしかった。東京の街も人が多く活気にあふれていた。でもゴミも落ちてないし、清潔な雰囲気で、これからの生活に少し期待が持てたわ。東京の住居に落ち着いて、しばらくはいろいろなことになれなくて、私もエルサもかなり疲れてしまったの。エルサはやはり言葉が通じなくて、幼稚園に行く以外は外に出なくなったわ。私はできるだけエルサと一緒にいてあげようと思ったの。折り紙も一緒に折ったわ。折ってる時はエルサも夢中で、スウェーデンにいた時と同じように明るく振る舞っていたわ。でも次の日は幼稚園から帰ってきて、外に行きたがることもなく、家の中で折り紙を折ったり、アニメを見たりするだけだったの。私もなんとか外に連れて行ってやろうと思うんだけれど、私自身も言葉や習慣のことで少し臆病になっていたのね。そんな時にある SNS の投稿を見たの。その SNS は私たちと同じスウェーデン人の家族が3人で日本に来たその経験を発信したものだった。そしてその SNS には多くの反響が寄せられていたわ。その SNS は夫の転勤で日本に行くことになった3人家族の話で、私たちと全く同じ状況だと思った。まず初めて行く日本で困るのは言葉のことなので、日本語の勉強を娘としたことを話し、私たちもそうだったように、日本語はとても難しいと嘆いていたわ。そして、スウェーデンでの今の生活に満足していることと、よく知らない日本の生活にとても不安を感じていることを話しているのね。日本についての知識があまりないことは私たちも同じだったわ。実際、スウェーデンでは、日本のことはそんなに報道されないの。さらに日本に行った当初、幼稚園に通う娘はエルサと同じように幼稚園以外外に出なくなったこと、父親は慣れない環境で疲れていることなどが書かれていた。そこで母親は娘のためにこれではいけないと思って一大決心をするのよ。日本に来てすっかりおとなしくなってしまった娘を元気づけるために行動するの。まず思い切って娘と一緒に外へ出かけたんですって。娘に気分転換をさせてやろうっていうわけね。そしてスーパーマーケットに行くんだけれど、そこでまず日本の素晴らしさを経験するの。日本のスーパーマーケットの品揃えの良さや品質の良さに感動するのよ。そしてお菓子コーナーというところに行った時の娘のキラキラした目にまた感動して、母親自身もワクワクするような食べ物があり、娘と買い漁ったと語っているの。お菓子コーナーの印象を母親は、あんなに魅力的なお菓子を並べられたら困るわ。毎回足止めを食らっちゃうわよって話していたわ。この外出をきっかけに母親は、外出することにすっかり自信を持つの。日本のバスが時刻表通りに来ること、バスのシートの快適なことなど、他の国ではありえないことを書いているわ。ボタンを押せばバスが止まることを知って、娘がボタンを押すことにうずうずしていることも語っているのね。ここまで内容を見て、このお母さんの行動力、すごいって思ったわ。そして、私も見習わないととすぐに思った。次にバスに乗ってお寿司屋さんに行くことが語られているの。そのお寿司屋さんは回転寿司で2貫で100円の激安のお店なんだって。私たちもお寿司屋さんに行くならまず回転寿司って思ったわ。次に
回転寿司のシステムに驚いている様子が書かれているの。お寿司を注文すると、ベルトコンベヤーに乗ってお寿司が目の前に運ばれてくる光景に驚くのね。さらに娘はもっと見たいっていう反応をしたみたい。エルサも多分同じだろうと思う。私は3人で絶対に行きたいと思ったわ。この経験の後、母親は日本の飲食店が安くて面白いと感じるようになるのね。日本のことをあまりよく思っていなかったのに、勇気を出して行動してみると、日本の良さが分かったってとこかしら。次にファミリーレストランでの出来事が書かれていたんだけれど、これには私も驚いたわ。その店では料理を運んでくるのが店員さんではなくてロボットなんだって。そのロボットは店内を移動するんだけれど、顔が黒猫でとても可愛いのね。娘はもう夢中でよく食べるし、そのロボットが注文したものを運んでくると、猫だ、猫だって日本語で叫ぶの。その時の娘の顔は、スウェーデンにいた頃の輝いた顔だったらしいわ。エルサもその黒猫のロボットを見たら、同じように反応するに違いないわ。このファミリーレストランにも絶対に行くわ。猫の頭を撫でると、猫の表情が変わって、ニコッとして何かを言うの。そのことをファミリーレストランのスタッフが教えてくれたことも嬉しそうに語っていたわ。それ以来、うどんやとんかつ、すき焼き、カレー、ハンバーグなどの日本の外食産業の店に娘と行って楽しい思いをしたって報告しているの。夫に、日本語をほとんどできないのに大丈夫？無理してない？って聞かれて、私日本に来てちっとも無理してないわ、と答えて、その理由が、日本のお店はとても居心地が良く、料金が安いこと、また日本のお店のスタッフの人たちがとても素晴らしいことだと言ってるの。日本のお店のスタッフの人たちの対応については、みんな必ず挨拶してくれるし、子供用の背の高い椅子をすぐに用意してくれて、子供用の小さな器を用意してくれることを挙げているのね。でも、これってスウェーデンでは見られないサービスだし、外国人だったら誰でも驚くわ。母親は日本語が話せなくても、日本人は誰もが親切に対応してくれるから、安心して出かけられるって確信したのね。それ以降は娘は公園で遊ぶようになり、友達もできたそうよ。母親も今まであまり興味がなかった日本のことをもっと知りたくなったのね。娘の幼稚園のママ友に日本語を教えてもらったりしているそうよ。この SNS の投稿には外国人からの反応が寄せられていたわ。日本のバリスタロボットを見たときは腰が抜けたよ。ユニクロに行ったんだけど、買ったものを箱の中に入れるとバーコードを自動で読み取ってくれて点数と金額が表示されるの。最初は何が起きたのかわからなかったけど、すごいわよね。私は子供を連れて回転寿司に行ったら驚いたわ。そこは新幹線が走ってくるんだけど、子供がその新幹線が見たいってだけでたくさん食べさせられたのよ。日本って世界最高級のサービスをしてくれるのにチップを取らないのよね。本当にすごいわ。世界で必要ないのはチップだ。そして戦争だ。日本のアミューズメントパークに行ったことがある？動物と足の速さを競うようなアトラクションがあるんだよ。私は日本で5年間暮らしたことがあるんだけど、世界一素敵な人たちが暮らす国だったわ。日本って最新のテクノロジーが山ほどあるのに、古い文化や建物もきちんと残されているよね。それが魅力だよ。反応はすべてが日本の技術やサービスを称賛するものばかりね。この SNS を投稿した家族は、日本での体験ですべてが変わったみたい。こんな体験は日本でしかできないのね。私もすっかり元気が出たわ。エルサを連れてまず外へ出てみるわ。そして回転寿司やロボットのいるファミリーレストランにも行ってみようと思うの。日本でしか味わえないことを日本にいるうちに体験しないとね。
日本のおもてなしってすごいわ。日本の技術やサービスはやはり世界では抜きん出ているようですね。訪日した外国人は一様に日本の対応に感動するようです。アルマさん、エリックさんとエルサちゃんの3人で日本のおもてなしをしっかり体験してくださいね。2023年1月現在の訪日外国人の数が149万7300人と、2019年1月との比較で6割弱まで回復してきました。1位が韓国、次いで台湾、香港、アメリカ、タイとなっています。中国は中国側の海外旅行制限や日本の水際規制の影響で訪日数は少なかったようです。アジアからの訪日客が多い中で、アメリカからも多くの人が訪日しています。今回紹介するのは、あるアメリカ人女性が日本を一人で旅行し、経験して感じたことにまつわる話です。ゴールデンルートを旅して思ったこと。皆さんこんにちは。私はニューヨークに住んでいるジェーンよ。今日本旅行から帰ってきたところなの。日本での一人旅はとても快適だったわ。私はいろいろな国を訪れて、訪れた街の特徴や魅力をブログに載せて公開しているの。だから今までいろんな国を一人で旅行してきたのよ。南アメリカやヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランドにも行ったわ。今回は日本に行こうって思ったの。日本に行くのは今回が初めて。動画や写真などを見ると、日本の街ってどこも綺麗で活気があふれているでしょ？だから訪問するのがとても楽しみだった。いろんな国に女性一人で行って大丈夫ってよく聞かれるんだけれど、そこはもう度胸しかないわと答えているの。国によっては危険なところもあるし、実際危険な目に遭ったこともあるわ。でも帰ってきてブログにアップして、みんなに各国の街を紹介することにとても幸せを感じるの。では日本で経験したことを紹介するわね。日本ではまず東京に行って、そこから京都、大阪に行こうと思ったの。このルートはゴールデンルートって言われているのよ。まず日本のゴールデンルートについて紹介するわね。ゴールデンルートというのは外国人観光客が日本を訪れる観光ルートで最もポピュラーなルートなの。東京、京都、大阪という日本で人気のある都市を中心に、箱根や富士山、名古屋などにもアレンジしていくのね。ある調査によると、訪日外国人の日本の平均滞在日数って約6日なんだって。だから短い日数で日本の魅力を満喫できるルートとして人気なのね。モデルルートもあるのよ。それによると、1日目成田に着いて東京に向かうのね。観光地の浅草や上野、スカイツリーなどに行くんだって。2日目は銀座や新宿、秋葉原の繁華街に行って、百貨店に行ったり、ショッピングをしたりするのね。3日目は箱根や富士山が一望できる芦ノ湖、そして富士山のお膝元の河口湖に行くの。さらに4日目、そのまま富士山に登る人もいるんだって。それから名古屋に向かうのね。5日目は名古屋できしめんを食べるのかしら。その後京都に向かうの。京都は観光する場所がたくさんあるから、回るのは大変よね。金閣寺や清水寺、それに外国人に人気の日本の観光スポットランキングで1位に選ばれたこともある伏見稲荷大社など、駆け足で回るのかしら。最後に大阪。まずは大阪城に行って、その後大阪の南っていう繁華街に行くのね。時間があれば USJ にも行けるわ。次の日に関空から出国するの。これがゴールデンルートのモデルルートよ。今回は初めて日本に行くので、このルートを参考にしようと思ったの。もう少し調べてみると、このゴールデンルートは私のように初めて日本を訪れる人用なのね。2回3回って日本を訪れる、いわゆるリピーターって言われる旅行者は、
ゴールデンルートではない場所に行くんだって。私も次に行くときはそうするわ。それでゴールデンルートではない場所ってどんな場所なんだろうって調べたの。日本を訪れるリピーターって言われる旅行者は、リピーターになればなるほどゴールデンルートではない地方に行く傾向があるのね。なぜそうするかっていうと、地方に残る日本文化が体験できるからなんだって。地方にはその土地の料理を味わえたり、農村体験ができたりするところがあるらしいわ。東京とか大阪ってグローバル化が進んでて、日本文化を味わえるものが少なくなってきているのね。だから地方に根付いている日本の文化を肌で感じたいって思うんですって。私はますます興味が湧いてきて、日本の文化を肌で感じられるところってどんなところがあるのか調べたの。まず紹介されていたのが岐阜県にある高山というところだった。高山は古い町並みが重要伝統的建造物群保存地区に指定されているのね。日本には小京都って言われている場所がたくさんあるの。高山は飛騨の小京都と呼ばれているのよ。高山は高山祭りが有名で、日本三大美祭りの一つなんだって。ラーメンなどの高山グルメも有名らしいわ。高山の朝市も日本三大朝市の一つなのよ。次に紹介されていたのは、馬込宿と妻籠宿っていう昔の宿場ね。二つとも中山道の木曽路というところにある宿場なの。馬込宿は木曽の入り口にあたるところにあるのよ。木曽路はすべて山の中であるで始まる夜明け前という小説で有名なところなんですって。宿内は車の侵入が禁止されていて、歴史的建造物を保存しながら観光地として整備されているの。だから観光するのには最適よね。江戸時代の面影がそのまま残ってて、妻籠宿から馬込峠に向かう道はとても趣のある道で、町並みは古い建物が残っていて、常夜灯や水場などが宿場の面影を忍ばせているのよ。次に紹介されていたのは、石川県の金沢市にある東茶屋街っていうところ。茶屋街っていうと京都の祇園が有名よね。この東茶屋街は金沢では西、和江町を合わせて三茶屋街って言われているものの一つなの。東茶屋街は三つの茶屋街の中では最も規模が大きいのよ。東茶屋街は観光客が多いけれど、和江町茶屋街は人通りも少なくて落ち着いた風情が感じられるんだって。ゆっくり散策しようと思えばこちらがおすすめなのかしら。高山も木曽路も茶屋街もどれも行ってみたいわ。次回は2回目だからこの3箇所のどこかに行くわ。今からすごく楽しみよ。ゴールデンルートの話に戻るわね。ニューヨークから日本の成田へは直行便が出てるの。約14時間ほどで成田に着いたわ。日本の空港は清潔だって世界的に有名よね。特にトイレは素晴らしいと評判だから行ってみたわ。評判通り素晴らしかった。そしてもちろん日本食もとても楽しみよ。和食は前から食べたいと思っていたの。成田から東京の都心のホテルに着いたわ。日本の鉄道の時間の正確さも評判通りだった。空港からホテルに行っただけでもう日本の素晴らしさが体験できたような気になってしまったわ。ホテルに着いてゴールデンルートのモデルにあったように浅草に行ってみたの。浅草は浅草寺の表参道である仲見世通りにいろんな店があったわ。食べ物屋さんも、そばに天ぷら、もんじゃ焼きっていう東京発祥のローカルフードもあるのよ。お店が多すぎて何を食べようかって迷うくらいだった。私は東京発祥のローカルフードって紹介されているもんじゃ焼きを食べることにしたの。もんじゃ焼きって浅草が発祥なんだって。
だから今食べているのは本場のもんじゃ焼きなんだと思ったわ。口の中でちょっとネバネバしたけれど、とても美味しかった。関西のお好み焼きが元になっているのね。関西の大阪にも行くし、お好み焼きも楽しみになったわ。店の人たちもとてもフレンドリーで親切だった。だから一人でも全然不安な気持ちにはならなかったわ。この店だけの経験で、他の国とは違う、日本は安全なんだって確信したの。旅に出ると、いつも両親や友達にお土産を買うのね。浅草のお土産さんには、ビー玉やけん玉、おはじきという日本の伝統的なものがあったわ。他の外国人も珍しそうに見ていた。次に行ったのはスカイツリー。浅草から地下鉄で行けるのよ。東京もニューヨークと同じで、地下鉄でどこへでも行けるのね。スカイツリーはタワーとしては世界一の高さなの。地上から450メートルの展望台から東京の街を見下ろしたわ。近くに空町というショッピングセンターがあるのね。ここの係の人たちもみんな親切だったわ。ホテルに戻って待望の和食を食べに行ったの。何にしようかと思ったけれど、やっぱりお寿司かなって思って、ガイドブックで調べた店に行ったわ。その店は日本風の店構えが素敵で、一目で気に入ってしまったの。注文もよくわからなかったから、お任せというのを注文したわ。外国人だとわかったら、とても親切にしてくれた。ヨーロッパの国では、外国人ってわかっても、対応に全然変化がないのとは対照的だったわ。この対応が、日本のおもてなし文化なんだと納得したの。今はスマホに翻訳アプリがあるから、それを駆使してなんとかコミュニケーションが取れたわ。次の日は銀座に行ったの。ニューヨークの五番街をちょっと思い出したわ。新宿は活気のある街だった。そしてニュースでよく出てくる渋谷のスクランブル交差点も行ったわ。東京とニューヨークはよく似ている都市だけれど、外国人に対する対応は違うわ。東京とニューヨークを一概には比較できないけれど、やっぱり東京は外国人にはとても親切だって思えたわ。東京ではローカルフードのもんじゃ焼きやお寿司も食べられたし、どちらの店も店員さんのおもてなしが実感できて、日本の良さが体験できてよかった。次は富士山を見ようと河口湖に行ったわ。富士山の周りには湖が5つあるのね。河口湖の大きさは5つの中で2番目に大きいんだって。東側には温泉街もあるのよ。河口湖から富士山を望む写真をネットで見たけれど、実際も写真通りで素晴らしかった。富士山って実際に見ると奇跡のような山だと思ったわ。まさしく日本のおもてなしを象徴するような山ね。河口湖遊覧船にも乗りたかったけれど、その日中に京都に行きたかったから、遊覧船はまたの機会ってことにしたわ。次に新幹線で京都に行ったの。新幹線も日本の文化の一つよね。とても快適だったわ。新幹線の技術は海外へも輸出されてるのね。日本の技術だから間違いはないわ。私はもうこの時点で、初めての日本にすっかりハマってしまっていたの。まだ京都や大阪には行ってないのにね。京都は訪れるところがたくさんあって大変だったわ。まず芸者さんを見たくて祇園に行ったの。芸者さんの着物姿や表情など、以前からブログで紹介したかったのね。でもネットでは外国人の芸者さんへの対応が良くないって批判されているの。だから、なるべく警戒されないように遠くから撮影したわ。日本人のおもてなしにこちらもお返ししないとって思ったの。清水寺の清水の舞台にも行ったわ。南禅寺では和食の湯豆腐を食べようと思っていたの。南禅寺は禅寺の中でも最も高い格式のお寺なのね。湯豆腐はお寺の精進料理だったのよ。それが全国的に広まっていったのね。
今では湯豆腐といえば南禅寺ってなったのよ。お寺では湯豆腐の食べ方をお店の人が親切に教えてくれたわ。最後に大阪に行ったの。大阪では東京のローカルフードのもんじゃ焼きの元となったお好み焼きを食べないとって思ったわ。もんじゃ焼きやお好み焼きなどを総称して粉もんっていうのね。粉もんの代表的なものにたこ焼きがあるの。大阪は粉もんの聖地なんだって。たこ焼きも絶対食べないとと思ったわ。大阪のミナミという繁華街に行ったけれど、東京とは違う活気がある街だった。もちろん訪れた店の人たちはみんな親切だったわ。大阪って昔は天下の台所と言われていたのね。今もその面影は残っているわ。面白い写真をたくさん撮ったからブログにアップするのが今から楽しみよ。ホテルに戻って京都と大阪の日本人の対応を振り返っても、やはり日本のおもてなしは共通のものだったわ。ネットには私のように女性一人で世界を回っているアメリカ人が、日本は女性が一人旅に最適な場所である理由というのを経験に基づいて投稿している記事があるの。その記事によると、困っている人を見れば日本人は積極的に助けてくれる。すべての日本人が上品で礼儀正しく親切に接してくれる。変な目で見られたり、のけものにされたりしているように感じることはない。街を歩いても危険だと感じることもない。女性が一人でいても変な目で見られることがない。女性専用の宿泊施設が存在する。マナーを守るなど、日本は素晴らしい行動規範を持っている。日本中どこへ行っても外国人旅行者を手厚くもてなしてくれる。日本では一人きりでの食事をすることが至って普通のことであるなどと、私が経験したこととほぼ同じような感想だったわ。この投稿に対する反応も数多く寄せられているのね。この女性の言っていることは、今日本から帰ってきて本当のことだと実感できたわ。いろんな国に行ったけれど、日本は女性の一人旅に最も適している。こんな国は日本だけって思ったわ。ジェンさん、すっかり日本のおもてなし文化に魅了されてしまったようですね。では、外国人から見た日本のサービスについての海外の反応を紹介しましょう。電車が正確なのは素晴らしいわ。本数も多いから一本乗り過ごしても困らないしね。ミャンマーでは交通機関があまり発達していないから、電車網が発達している日本は便利だな。車と違って電車は時間が正確だし、遅れることがないのがいいよね。バスがちゃんと止まってくれるのが安全でいいと思う。韓国は車が多いし、お客さんがバスに乗ると席に座る前に出発してしまうんだ。急停車して指定の位置で止まってくれなかったりするしね。日本ではちゃんと止まってくれるし、乗客が座ってから出発してくれるから親切だよね。とてもいいサービスだと思うよ。バスを降りるとき、お客さんが降車するまで待ってくれるのがありがたいわ。お年寄りも安全に降りられていいと思うわ。コンビニのサービスは素晴らしいよ。いろんなところにあるし、何でも揃うし、店員さんも丁寧で親切だよね。コンビニでたくさん買い物をしたとき、飲み物系と食べ物系で袋を分けて詰めてくれたの。温かいものと冷たいものを分けたり、そんな気遣いをしてくれるのってびっくりしたわ。初めてお店に入って買い物をしたとき、店員さんが出口まで買い物袋を持ってくれたことが嬉しかったわ。スターバックスの店員さんは海外よりもとても優しいと思う。態度がいいのに加えて明るいよね。すべてが素晴らしい。日本人のサービス精神は他の国にはないと思う。いろいろなところに自動販売機がたくさんある。便利ですごいと思う。割り箸の中に用事が入っているのがいいね。どの反応も日本では当たり前のことですが、
海外の人たちは日本のおもてなしにやはり感動するようです。日本のおもてなし精神のようなものは外国にはほとんどありません。やはりおもてなしは日本独自の文化と言えるでしょう。ジェーンさんのように女性一人でも安全に旅行できる日本、世界中の女性を歓迎しますよ。安心して日本に来てくださいね。